脊柱管狭窄症の方が歩くときに気をつけてほしいポイントをお伝えしていきたいと思います。はい、どうも整体師の石島です。今日は脊柱管狭窄症の人がどうやって歩いたらいいんですかっていうことをですね、聞かれることが非常に多いので、そこに対してですね、簡単にできることをお伝えしていきたいと思います。そもそも歩くっていうことをですね、皆さんどういうふうに考えていますでしょうか。綺麗に歩くためにはどうやったらいいんだろう、いろんなことをね、考えてやってる方多いと思いますけども、 YouTube でもね、歩き方なんてかなりね、情報が出ていますけども、ほとんどの方がですね、例えばかかとをついてくださいとかですね、胸を張ってくださいとかね、手を振ってとか、背筋を伸ばしてとかですね、いろいろ言ってる中で何がいけないのかって言ったら、歩くっていうことはそもそも大前提ですね、オートマ、まず自動でやってるっていうことをですね、皆さんに理解いただきたいと思います。いろんなことを試して試して試して歩き方がわけわかんないよって思っている方、考えすぎです。なので、しっかりと歩くっていうことはね、ある程度やり方はあるんですけども、考えすぎることによって自動が半自動になってしまって、かえって力を使いすぎて30分歩けないっていう状況になってしまいますから、30分歩いても楽な歩き方があなたにとって歩きやすい歩き方ですから、型にはまったことをですね、やるんではなくって、あなたにとっていいことをやっていただけたらなと思います。歩き方っていうのはなかなか難しいですよね。今まで歩き方を習ったことがあるという方はほとんどいないと思います。なので、今回は脊柱管狭窄症の人がどういうふうにね、歩いたらいいのか、歩く時の気をつけるポイントっていうのをですね、まとめてみましたんで、動画を参考にやってみてください。私の動画では痛みやしびれを改善する方法っていうのをお伝えしていきます。またこの動画を見てね、少しでも元気になってもらったらなと思って動画の方配信していますので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、それでは早速やっていきたいんですけども、まずですね、今回お伝えしていくところは3点あります。で、ここをですね、しっかりと押さえていただければ、少しでもね、歩き方が楽に変わっていただけるんじゃないかなと思いますので、参考にやってみてください。まずですね、動画を見ていただいて、理想とする歩き方っていうのがどういう状態なのかっていうのをですね、皆さんに一回見ていただければなと思います。それでは見ていきましょう。はい、動画を見ていただいたと思います。で、まずですね、正しい動きと間違った動きっていうね、参考の例をとっていきました。正しい例としては、やはりですね、体がまっすぐに立っていて、首がまっすぐ、骨盤がしっかり立っている、そして力を抜いて手を振って歩いてるっていうね、この3つがしっかりとできることによって、力の抜いた楽な歩き方っていうのができます。もう一個の例では、逆に言うと姿勢を良くしなきゃいけないというふうに強い思い込みの状態で歩いている方に多いんですけども、足だけ前に出てるような、膝下がビン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 ってこう伸びてるような歩き方をしている人、これ結構いるんですけども、これは逆に自分の姿勢が悪くちゃ大変だとかですね、こうやんなきゃ、ああやんなきゃってかなり意識している人、これが膝下をですね、めちゃくちゃ力をね、使って歩いてしまっています。体ばかり後ろに残っていて、足先だけ歩っているような感じ、そういう方はですね、しっかりと歩くっていうことを意識するんではなくて、力を抜く、そして手を振るっていうことをね、意識してやってみてください。手を振る時もかなり力いっぱい振るんではなくて、力を抜いた状態で揺らす程度の感じでいいので、リラックスして歩いてみてください。最後の例はですね、これは若干頭が前に出ていた状態だったと思います。頭が前に出ると、どっちかというと体がこう猫背気味になりやすくって、そうすると骨盤も後ろに倒れやすくなってしまいますから、そうなった場合に正しい姿勢で歩けなくて狭窄症を悪化させてしまうっていうこともあったりしますので、ぜひね、頭が前に倒れている方、そして骨盤が後ろに倒れている方っていうのは、
まず頭の位置、そして骨盤の位置をしっかりとまっすぐにするっていうことをね、意識してやってみてください。ストレッチであったりとか運動方法っていうのはね、これからどんどん出していきますので、歩きに特化したストレッチ運動の方もね、これからどんどん出していきますので、そちらの動画を参考にやってみてください。まずは体の硬さっていうところをね、しっかりとっていかなければいけないので、ほぐすストレッチっていうのは頑張ってください。あとは長くね歩こうと思ったら、やはり最低限の筋肉っていうのは必要になっていきます。なのでぜひ皆さん筋トレもね、大変ですけども頑張っていきましょう。はい、というところで今日のまとめなんですけども、歩く時の注意点っていうのは3点、上から頭、手の振り、そして骨盤を立てるっていうところですね。この3つがしっかりとできていれば、必ずですね、いい歩き方近づいていくと思います。かかとをつくとかですね、大股で歩かなきゃいけないとか、重心がかかとの方から来て、こう親指の方にね、外側を取って抜けていくとかね、いろんなこと言われているんですけども、それは結果論であって、それをやろうと思ってやっているわけではないということをですね、頭の中で意識してください。もちろんかかとでつくっていうのは非常に大事なことですけども、それをつこうとするあまり変な力が入っている方が多く見られます。なのであまり意識しすぎずに、歩きは自動オートマなので、皆さんあんまり考えずにね、歩けるように、まずは頭の位置、そして骨盤の位置、そして手が触れるかっていうところですね。そこを意識して歩いてみてください。意識するなと言いつつね、そこを意識するっていうのはちょっとおかしいんですけども、足をどう出すかっていうことはあんまり意識しなくて大丈夫ですんで、まずはそこからやってみてください。歩くっていうのはね、リラックスして歩いて30分以上楽に歩けたら非常にいい歩きだと僕は思っているんでね、ぜひ皆さんもまず30分ね、楽に歩けるような歩き方っていうのをですね、模索してみてください。はい、じゃあ今日のね、動画はこれでおしまいにしたいと思います。やり方わからないとかですね、どうやって歩いたらいいんだろうっていうことね、ありましたらコメント欄の方にいただけると私なりに答えたいと思います。最近こういう風なコメントいろいろいただけるようになって非常に嬉しく思います。皆さんね、悩んでることいろいろあると思いますんで、一人で悩まずですね、ぜひ私に頼っていただければなと思います。はい、それではね、今日の動画をおしまいにしたいと思います。今日の動画ね、いいなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。